ドコモ UIM カード、ドコモ UIM カード、ドコモ UIM カードは、NTT ドコモの第3世代移動通信システムサービス、ォーマと第3.9世代移動通信システムサービス、クサイで使われている SIM カードの一種。バージョン3、白色以前の名称は、フォーマカード、フォーマカードであった。ドコモ UIM カードは、電話番号情報が記録されている IC カードである。 電話帳、ショートメール、ユーザー証明書を保存することもできる。フォーマクサイでは、どこも有意無カードを差し替えることで、別の携帯電話機でも、自分の電話番号で利用することができる。よって、いわゆる、機種変更、フォーマフォーマ、クサイクサイの場合は、改造、フォーマクサイの場合は、契約変更を伴う改造というのが、正確を行う場合でも、 旧来のモーバ端末のように使用中の機種をショップに預けて手続きしてもらう必要はなく、単に新しい機種を購入して自分でどこも有意無カードを差し替えるだけで良い。また、古い機種も手元に置いておけば必要に応じてどこも有意無カードを差し替えて使い分けることも可能である。このことにより、ホーマー、クサイには機種変更という手続きは存在せず、 新機種への切り替えは端末外像などと表現される。ただし、一般ユーザーに分かりづらいことから、ソフトバンクモバイルと e モバイルを除き、機種変更、au の場合は、正式に端末増設とアナウンスするショップもある。同様に、中古で、ホーマ端末、臭い端末を入手したり、友人から譲り受けたりした場合でも、基本的には手続きを行わずにどこも有意無カードを、 差し替えるだけで使用可能であるが、有意無カード上の IC チップ位置によっては不可能な場合がある。これは IC チップ内の情報内容の互換性の問題ではなく、単に旧ロゴの有意無カードの多くは中心からずれた位置にチップが存在するが、新ロゴ有意無カードでは中央にチップ位置が変更されたことによるもので、カード取り付け時に電極位置が合わないためこのようなことが起こる。 海外などで通信方式の違う国際ローミングの場合でも、対応電話機へ、どこも有意無カードを入れ替える、チップローミング、プラスチックローミングことで利用できる。なお、N2102V、K2102V、900i シリーズ以降は、iApple アアや着信メロディや着歌や待ち受け画像等は、ダウンロード時と異なる電話番号のフォーマカードでは、 使用できないロックがかけられている。また、p 9 0 1 i f 以外では、TV 視聴を目的による短期解約を抑止するためにフォーマーカードが抜かれた状態ではワンセグを起動できない仕様となっていたが、2008年冬の新シリーズ以降は、カップ販売が定着したことから制限が解除されている。また、どこも有意無カードを紛失、破損。 盗難などにより再発行した場合も、同様に過去にダウンロードしたコンテンツは使用不可能となるが、認識不良などが頻発するなどの経年劣化。自然故障当たるような不具合による交換の場合は、カードの固有情報をドコモショップにて移行することが可能な状態であれば、コンテンツは引き続き利用可能である。また、自然故障とみなされる場合は、再発行手数料はかからない。 通常は破損による交換及び紛失による滅損復旧は再発行手数料として税抜き2000円がかかる。ただし、破損、紛失以外による交換の場合、公式サイト上のコンテンツの紐付けは上記のように維持されるが、主に公式サイト外に存在するドコモ有意無カード、ホーマカードの製造番号によるユーザー認証を行っている SNS サイトなどでは、 ユーザー情報との関連付けができなくなることがある。なお、バージョン3、白色からは、電話番号の書き込みがオタによる、無線書込みが可能である。ただし、ドコモショップと顧客情報端末や、量販店と簡易端末設置店ではオタ書き込みは行わず、ドコモ有意無カードライターを使用して、電話番号の書き込みを行う。また、バージョン3からは、 フォーマーカードライター用とオタ専用バージョンがあり、オタ専用バージョンは、パッケージにフォーマーカードアックスレイサンのように、オタ表示、プラスチックカードの台紙裏面に、9億1234万5678東北開通期限2011年7月15日、フォーマーカードアックスレイサンと表示されている。この、九億百三十四万百七十八は、新規申し込み時、 MNP による同番契約をしない場合の付与される電話番号を表示している。2010年12月1日より日本通信がドコモの回線を借りた MVNO サービスとして B、マイクロシムのサービスが開始され、ホーマカード名称では唯一のマイケロシム形状であるミニホーマカードアックス03メートルが提供開始されている。これは シムフリー版 iPad を想定した MVNO ものであり、当時はマイケロシム形状を採用するドコモ機種はないため、実際に MVNO 以外でドコモからの払い出しはなかったと思われる。ドコモでマイケロシム形状を初採用した SH-13C が発売されたのは翌年2011年8月であり、その頃には後述する。 ドコモミニームカードに切り替わっているため、2010年12月以降の臭いサービス開始以降は、NTT ドコモ公式サイト上にて、ドコモユーイムカード、フォーマカードと案内され、バージョン4のドコモユーイムカードが提供開始されている。2011年4月1日からは、マイケロシム形状のドコモミニームカードが、2012年11月1日からは、ナナシム形状の ドコモナナイムカードが提供されている。ドコモナナイムカードは当初は SIM フリー版の iPhone5 のみに対応しており、また臭い通信は不可能であったが iPhone5S がドコモから発売開始されるにあたりドコモで購入し専用パーケット通信プランに加入した iPhone に限り臭い通信が可能になった。2012年12月1日より SIM カードの形状変更に伴う カード発行手数料は三千百五十円、税込みから二千百円、税込みと値下げ、二千十四年四月一日からは税込み千百六十円されたが、従来の一年、十二ヶ月に一回のカード、発行手数料無料制度が廃止となった。二千十五年十二月から、従来は、どこもユイムカード、フォーマカードそのものが使用されていた、m v o、NO、サービスにおいて、 MVNO 用の無字白色、以下バージョン3との混同を防ぐため無字表記のカード、登場している。中身はバージョン5に準じるが、カードには、どこも、どこもの表記が一切ない。2016年5月の Galaxy S7HSC-02、H 発売時期より、バージョン5のマイナーチェンジ版と思われる、版、以下バージョン5表記が登場している。 これにより登録作業が従来のファックスではなく他社と同じタブレット式に変更になり SIM に番号を書き込む作業として電話機本体を使用した無線書き込みオタが開始されている2017年5月25日に提供開始された d a t a ン Compact D-01J より日本の携帯キャリアとして初めて SIM が今週ーー機種に提供されたバージョン4から ほとんどの製造番号の末尾が例になっている様子。ドコモから提供される UIM カード、ホーマカードには、au やソフトバンクが提供する、SIM カードにある19桁のアイクシドの記載がなく、代わりに2桁のエイジプラス13桁の数字の合計15桁の製造番号が記載れている。しかし、実際にはアイクシドも付与されており、SIM のサイズを問わず、以下の法則となっている。 0製造番号、DN 0503をアブクデフグ。アイクシド、898十1億0百万35アブクデフグックス。区分、89811000035アブクデフ G、X。どこも公式 HP では、バージョン0ではなく、バージョン0の表記であり、ここでもそれに倣うものとする。 ギャラリーキャプションイコールバージョン5ファイル、ア x クスレイゴ N&A.jpg ア x クスレイ N パッケージと、新旧比較ファイル、ア x クスレイゴ N&A リア .jpg ア x クスレイ N カードリメント、新旧比較ギャラリー、ギャラリーキャプションイコールバージョン5ファイル、DN レイゴレイ V フロント .jpgDN レイ表面、ファイル、DN レイゴレイ V リア .jpgDN レイ リメンファイル、dn050mvfront.jpg, d n 0 5メートル表面、ファイル、d n 0 5 0 m v r e a j p g d n 0 5メートルリメンファイル、dn050nfront.jpgdn05n 表面ファイル、dn050nrea.jpgdn05n 理面ファイル、a x 0 5 v f r o n t j p g ax05 表面ファイル、 アックスレイボルトリア .jpg x レイ5リメンファイルアックスレイ 50mvfront.jpg アックスレイトル表面ファイルアックスレイ m v リア .jpg アックスメートルリメンファイルアックスレイ 50nvfront.jpg アックスレイ 5n 表面ファイルアックスレイ n v リア .jpg x レイ 5n リメンギャラリー 以前のフォーマカードでは使用できないサービス端末が存在する。サービスを受ける際、端末を変更した際にドコモショップにて無償でカードの交換が可能である。2006年11月23日、NTT ドコモは開約された携帯電話から抜き出したフォーマカードを別の携帯電話に差し込んで通話するという不正利用があることを明らかにした。 23日現在6件が確認されており、通話料は計26万円に上るという。2005年9月から6年2月までに、すでに解約された利用者から、解約した携帯電話の利用料金請求が来る、知人に電話をかけたら外国人が出たとの問い合わせがあり、調べたところ、合計6人、不正利用場所は中国、フィリピンガーナの3カ国であることが分かった。 被害額は、計約26万円、事件発覚後被害額を返還している。通常フォーマで通話する場合、ネットワーク側が端末の電話番号とフォーマカードに割り当てられた15桁の EV イイ、識別番号、暗号情報の計算点を認証する必要があるが、今回はドコモと相互接続の契約を結んでいた3カ国の電話会社が、 識別番号を1点のみだけで認証する設定だったために解約済みのホーマーカードでも通話ができたという。またドコモでは解約された i m、e、識別番号は2年程度で再利用されているためこのようなこととなった。これまでドコモ AU ソフトバンクモバイルはユーザーが使う携帯以外に他のものが同一番号を使ういわゆるクローン携帯の制作に関して 技術的には可能だが、現実には不可能というのが公式の見解であり、今回、他社が同一番号を使用するという事実はあったが、今後もこの見解を変える予定はない、ユーザー側によってイムイそのものが寄贈できたことではない、ため。なお、ドコモは、同年2月国内システムを改修しており、当面の間は解約されたカードのイムイ、識別番号は、 再利用せず使い捨てにする方針にするとのアナウンスがされている。紛失による再発行後に見つかった場合や MNP で戻りで旧カードを返却していない場合も同一の電話番号情報を持つカード、いわゆるハイシムが存在するが古いカードは同様の理由により使用不可能である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。